郵便を用いたチェスを行う際の対戦用紙。プレイバイメールは郵便やインターネットなど通信媒体を用いて遠隔地のプレイヤー同士が遊ぶゲームの総称。競技にはメールゲームと呼ばれる文章によるプレイを主とする多人数同時参加型ゲームを指すことがある。この場合のメールは電子メールではなく通常の手紙のこと。 インターネット上の電子メールを使用するゲームはベム、あるいはインターネット上で文章によるプレイを主としたゲームを総称として、プレイバイウェブということが多い。通信手段の変化により遊び方にも変化が生じたため、PBW は PBM とは異なるゲームジャンルに転じたと考える、ユーザーも存在する。日本で PBM 運営を行っていた企業の一つ、遊園隊は、 郵便による RPG 形式の PBM のことをネットゲームと称したが、現在のオンラインゲームや MMO 等の意図は異なる。ディプロマシー通信手段を用いて遠隔の人間同士が同じゲームを遊ぶという手法は、チェスの愛好者たちが郵便で駒をやり取りしたのが始まりとされる。この通信チェスを PBM の起源とすれば、数世紀前から存在することになる。 現代的な意味での PBM は1960年代にニューヨーク市立大学ブルックリン校のジョン・ボードマン教授がアラン・ビー・カラマーが1954年に発表したボードゲームディプロマシーで言ったと言われる。ディプロマシーの愛好者だったボードマンは自ら主催の開放で融資を集めゲームを行ったという。ゲームシステムは非常にシンプルで ユーザーの意見交換に長時間を割く、ディプロマシーは通信チェスの手法を援用しやすかったと考えられる。ボードマンの成功によって、より複雑なルールのゲームについても可能性が探られた。こうしたゲームのルール処理の手間は、コンピューターの力を借りることで解決が図られている。1970年にフライングバッファロー社は、複雑なゲームの通信対戦を実現した。 ボードゲーム主催の際の一番の難点は参加者を募る点にあったが、これを改善した通信対戦の手法はボードゲーム市場の成長を促した。同時にゲーム運営を代行する会社も次々と設立され、さらに運営会社自体が自社用のボードゲームを商品開発するようになった。またゲームの大規模化も進み、ユーザー数の増加も相まって多くの企業は、 コンピューターサーバーをユーザー管理に導入した。コンピューター技術の発展が続き、通信面でもパソコン通信や電子メールが一般化するとこれらを取り込む動きが始まった。1989年、エレクトロニックアーツ社のプログラマーアドン、ダグローがストームフロントスタジオ社を設立、電子メールを活用した初の RPG、クアンタムスペースを AOL 上で提供した。 日本においては文章による行動宣言と結果通知の手段として郵便が使われるメールゲーム、メール RPG として知られる多人数同時参加型のロールプレイングゲームがこのジャンルの中心となった。これらの郵便を利用したゲームを総称してプレイバイメールという。なお、この項目では注釈がない限りは多人数同時参加型のロールプレイングゲームとしての プレイバイメールについて述する。インターネットの発展に伴い、蒸気タイプのゲームを同様に遊ぶ場合の多くは、電子メール www、各種専用クライアントなど、インターネットのリソースを手段として使うようになった。それらのうち、プレイヤーと主催者の間で、文章による行動宣言をやり取りする昔ながらのタイプのものを、プレイバイメール時代に習って、プレイバイイメール、 プレイバイウェブ、定期更新型オンラインゲームなどとも呼ぶ。インターネット、そして ADSL などの定額高速通信設備の急激な普及に伴い、ネットワーク RPG などを手軽に楽しめるようになった今日では、郵送事務の手間や高額な料金を必要とする PBM の立場は危うくなりつつある。しかし、本質的なゲーム性は全く別のものであり、 住み分けが進んでいるとも言える。レーノルズ、ハロルド、ビー・エンド・トゥリーズ、ディプロマシー A ・ A Z バージョン6.0、httpww.bad.pots.net、ディプロマシー、エイタス、BHTML、リリーブド2008年12月22日。ありがとうございます。